新年明けましておめでとうございます。海南市おばけ座の深津さくらと申します。いや、2024年、いよいよ始まりましたね。おめでたいめでたい。そして今年はこの新年始まってすぐに生配信イベント開生サミット2024冬、こちらが開催されるんですね。はい、すごい。昨年は春と夏と有観客でこちらのイベントやったんですが、今年も2024年もこちらの通常 YouTube の開サミットはもちろんイベントもどしどしと続いてやっていくということで、これすっごい楽しみですね。多いですよね。はい。なんなら新年一発目から春夏秋冬やるんでね。はい。毎シーズンの楽しみ。お祭りですもんね。毎回なんかちょっとずつ映像イベントやってるんですけど、まあ田中さんの都市クイズ、僕が担当した沖縄不思議発見、そして沖縄ロケにね、ノブさんと僕と林さんで行ったところの未公開シーンみたいなのをちょっとやらせていただいたりとかしたんですけど、今回何するのって聞いたらにんまりされたんですよ。今回何するの？僕も知らない。何をするのか何にも知らない。そんな状態で今告知してもらってるんで。ちょっと不安と期待が入り混じった。そうですよね。僕らは出る側じゃないですか。はい。見てる側が何が見たいかってすごくね難しいところではあるんです。そうですね。はい。気になりますよね。誰の私生活が気になるとかあります？私生活ですか？怪談師の中で。怪談師の中で一番私生活が気になる人。夢郎さんかな。吉野夢郎さん。確かに気になりますね。クイズかもしれません。はい。ということでイベントの詳細につきましては公式の X または概要欄をご覧いただければと思います。ということで本年もどうぞよろしくお願いいたします。